現在は全日本プロレスに所属する田尻が今花束を持って入場してきました。同じ九州出身としてですね、僕もこのリングで戦わせていただきたいな、試合したいなと。どうですかね皆さんね。九州が誇る世界のスーパースターとともに九州バーン元気にするバーン。おーっと、喧嘩売りできたんだろう九州プレス。俺が九州プレス侵略してあげるよ。うん、嬉しいでしょ。侵略しに来ましたよ。今姿を見せました。いけるかどうか。ジャーマン狙う。逆に背後を取った田尻、バッフェルボーから、おっとこのレベリーに向けていった。レベリーミスト。そして出るのか、バーズソーキックだ。どうだ。じゃあね、次は大将であるあんたがこのできるしろよ。イエスかどうか今ここで返事をしなさい。どうだいのラリアットだ。カーシェリにラリアットとしてスーツを脱いだ。ネクタイを外した。お前なんかが負けるぞ。再び毒斬り。俺やるよ。シングルやってやるよ、ネラ。何？次シングル組めて？してやったりだね。もう思い通りになってなって、もう楽しくてしょうがないね。いや、この会社はすごいよ。うん、ますます欲しくなっちゃうね。まずは青コーナーより田尻選手の入場です。2022年8月11日九州プロレス設立14周年記念大会、アイランドアイイベントホールセミファイナル、シングルマッチ30分一本勝負。この九州福岡14周年記念大会にこのテーマが流れます。5.1 突如として始まった九州プロレス侵略。 WWE をはじめ世界で戦い抜いたメジャーリーガー田尻、 6.11 桜島を退け筑前亮太にシングル要求、そしてレッドミスト。この戦いに近年一番の大勝負意識あり、万全のコンディション。正直九州プロレス継続14年は異業だ。正々堂々と今日は戦う。俺流の正々堂々でね。そう話す、この田尻、目に見える形を残すもののプロレス人生対、その真逆なもののプロレス人生。田尻が筑前亮太に勝ち、九州プロレス侵略完了する日。そう話してこの福岡に乗り込んできました。規模よりも質、そこに支柱に収めたい理由がある。172センチ82キロ、熊本県玉名市出身、ザ・ジャパニーズバスホー全日本プロレス田尻。侵略をもくろむメジャーリーガー、侵略なるか田尻。続きまして赤コーナーより筑前亮太選手の入場です。旗揚げ14周年、一から築き上げた男、九州プロレス理事長筑前亮太。1年ぶりに戦いのリングへ。14周年記念大会、対戦決定から2ヶ月間体を磨き上げてきました。食事制限、トレーニングで10キロ減量、全てはこの大勝負のために。今の私をぶつける。団体を築いてきた、背負ってきた、
その男の戦い、全てを見せてこの団体を守り抜く。185センチ90キロ、福岡県志免町出身、筑前亮太。九州プロレスの象徴、筑前亮太。エリー小勝健さん、はい、この筑前亮太の肉体です。肉体もすごいです。あと目つきですね。我々が普段見ているあのスーツ姿の筑前理事長とは明らかに違う男が今リング上にいます。優しい目元と筑前理事長ではなく、鋭く厳しい視線の筑前亮太プロレスラーが、おー、いきなりのノコギリかわした。ゴングの前にいきなり仕掛けた。今ゴング鳴らされた。まず仕掛けたのは田尻。九州プロレス侵略へ田尻。逆水平場外。お気をつけください。いきなりのグリーンミスト。しかしそこはここまで2度食らってきた筑前亮太、かわしていった。膝を入れた。いや、どういう入りになるかと思ったんですが、いきなり仕掛けていきました、はい。ただこれは田尻選手的にはまあある意味想定ないかもしれないですね。なるほど。さすがにあそこで筑前選手が食らうた田尻選手も思ってなかったんじゃないかなと思います。まあそこをかわされるのも分かりながらのあの入りだと、うん、はい、そうです。ここまではでは想定内だという、まあそこまで考えてやるのが田尻というプロレスラーですからね。そうでしょうね。メキシコ、そして ECW WWE、世界を股にかける活躍を今も見せ続けるこの田尻。逆水平チョップかわした。この蹴りです。ショルダータックル。いやー、パワフルさありますね。とても1年ぶりとは思えないですよね、まあそれほどやはりね、こうやっぱりまあこれまでの流れは別にして、やはり一レスラーとして田尻という人間と戦うことの意義ですね。これをやっぱ大きなものとして筑前選手は考えてるんじゃないですかね。はい、ね。ここはその持ち味のハンドスプリングエルボー。しかしここも倒していく。田尻は話します。しばらく使っていなかったであろう闘争心を最低レベルまでは回復させておくようにと、そう話しましたが、最低レベルなんてもんじゃありませんね、うん、はい。でここであのスリーパーに行ったということは多分冷静だと思いますね。なるほど。あそこで攻め急ぐことなく、しっかりと田尻選手のスタミナを奪うための、ね、技を今やっておりますので、スリーパーで相手の体力を奪おうというその筑前、対する田尻。逆にガンガン来てもらった方が田尻としてはやりやすいはずです。ここもスリーパーです。なるほど、はい。この辺で田尻選手の、ね、こう想定をやっぱ崩していきますね。田尻としては筑前亮太がいろいろな気持ちをぶつけていきなり攻めかかってくる、はい、そういう流れを一本線で来てもらった方があの田尻選手としては崩しやすいので、ただその読みとは違く筑前亮太は冷静に今田尻を押し込んでいると、はい。1997年、今から25年前、まだ何者でもなく何一つ手にしていなかったメキシコ時代から俺は知っている、そう話をしていたのはこの田尻です。まあ、メキシコという、ね、源流共通項としてありますからね、はい。またやはり田尻選手は、ね、大学福岡の大学通ってたということで、はい、本当に博多スターレーンに、ね、プロレスを見に来ていた、ね、一人がこの田尻という青年だったんですよね。その当時 の、あの当時の その九州福岡のプロレスシーンを、ね、知った選手がこうやって九州に乗り込んできてるわけですよね。福岡の大学にいた30年近く前、ここはバックドロップ。プロレスはまだ東京にしかなかったと、うん、ここはその九州からは遥か彼方の憧れの世界だったんだと話します。そんな時の自分に教えてあげたい、まさか九州の団体を自分が侵略する日が来るとはと、
またこの九州という舞台というのにも田尻は特別な思いを抱いています。その田尻に対してスリーパー、1月3日のねその新宿フェス大会、なかなかその東京のね業界の人間が集まらなかった中、田尻選手はねこう自分の意思であの日の九州プロレス見に来てましたからね、はい、やっぱり嗅覚がね鋭いんですよね、鼻が効くんですよね。今九州プロレスで絡めば面白いことができるっていう嗅覚があるからこそこうやって乗り込んできてるわけですから、はいはい、本当にこの九州プロレスを特別な思い目線で見ているのは事実です、うん、やはりその規模よりも失礼なのはレフェリーが飛んでいかれた、レフェリーが飛んでいかれました。さあこれレフェリー不在からまたこれまた流れ変わりますね、はいはい、まずいですよね。あのスリーパーで着実に田尻がこの流れを掴んでいたんですが、おっとレフェリーを起こそうという、さあその背後から急所攻撃、そしてレッドミストだ、決まってしまうのか、そしてバーズソーキック、おここで決まってしまうのか、いやレフェリーが不在なので、はい、カウントがレフェリーはカウントはできません。ただどうか一気に流れを変えた、なんでだよと、いや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 、けどこれはこれでまたレフリー不在なところも多分想定してると思いますよ。ここまでは想定ないですか、はいはいはい、想定してると思います。レフェリーに起きろ起きろとチョップを浴びせてる、侵略決まるかというところなんですが、お前グルだろこの野郎、グルだろと、おっと、なんとか今意識を取り戻せるか、古賀レフェリー。選手はどうでしょうかね。そうですね、おおなんとなんと田尻に毒斬り返し、これは驚いた、起きて破りの毒斬りレッドミスト、これが九州プロレスを守り抜く男の意地。多分日本の NPO 法人理事長でドッキリを吐く理事長は史上初でしょうね。 NPO の理事長として NPO ミストですよ。 NPO ミスト、はい、いやいやいや、これはいやこれは田尻も想定しなかったと思います、はい、団体を守り抜くんだと、これはある意味本当筑前選手の意地ですよね。本当どんな手を使ってでもやっぱ九州プロレスを守るという、はい、自身も仲間も団体も私が守るんだと、何も終わらない終わらせない、そういった覚悟で山客席に逃げようという田尻も捕まえる、視界を奪われた田尻というのもなかなか見られないですね。なかなか見られませんね、あーまたあーっとまたレフェリーに当たっていった、この辺が読めないですよ ね、 意図的なのかどうなのかっていうのがね、これでまたレフェリー不在になってしまいましたからね。レフェリー不在になってる間は何があってもその勝負は決しないので、そうですね、まあ、自身を回復することができますからね田尻。あこれそして確実にレフェリーに攻撃をしてダメージを奪っている中で、はい、さあここは抱え上げてボディスラム、共に毒斬りを食らった状態、共に視界が苦しい中で筑前亮太は1年ぶりのこのリングでポスト最上段から何を見せる、まっすぐ飛ぶ場合、いやーだけどレフリーが、あどうだ、おあーダメだ、やはりレフェリーが動かない、ここがレフェリーが動けない、こうなるとせっかく出した大技が無駄骨に終わってしまうんですよ。バッテンも、はい、そして桜島もセコンド、はい、そしてそれを描いているのが田尻ということですよね。いやこれまだありますね、まだまだありますね、はい、これさあこれちょっと筑前選手油断しちゃいけないです、油断しちゃいけないです。先ほどの急所攻撃の二の前になってしまうのか筑前亮太、ここはチョップの押す、おっと共にぶつけ合おっと、なんとなんと再びの毒斬り、なんということか、おおノーコンテスト、何でしょうか、ただいま試合ノーコンテスト、ノーコンテスト無効試合となります、ノーコンテスト無効試合という幕切れ、悲鳴が上がった、本気でお客さんが逃げている、いやいやいや九州プロレス侵略阻止できるのかというこのセミファイナル、まだまだ暴れ動き回っています。まあ、これ無効試合ということは勝負つかずですからね、これはどうなるんでしょうか。ただ起きて破りの毒斬りを2度見せた九州プロレス筑前亮太、
いやー、なんと753秒ただいま試合ノーコンテスト無効試合でございます。我々の想像を超えた結果になりましたね。まさかこんな結末とは。田尻はリングを後にしましたが、九州プロレス筑前亮太、まあ、これは本当ある意味覚悟を持った上でのドッキリ攻撃だったと思うんですけども、はい、それを2度出してでも打ち取ることができなかったっていうのはある意味、まあ、筑前選手的にはやっぱ気持ち的にはちょっと敗北ということになりますかね。ただかなり田尻も想像以上に押し込まれたのが事実ですよね、はい、これはどうなんでしょう、決着ついたと言えるんですか。いや言えないです、言えないです、言えないですよね、はい、共に緑そして赤毒斬りに染まった表情、田尻は今這いつくばってこのリングを後にしました。なんかこのなんかね、様相がかつてのあの福岡ドームのアントニオ抜きたいグレートムタのようですよね、あのドッキリにまみれたアントニオ猪木の表情、これが筑前亮太と被ります。世界が誇る九州男児だろうと、お前に大事な九州プロレスを渡してたまるか。強い思いを殺します。マイクを使わず地声で、はい、いや本当に今筑前亮太の心の叫びが、はいはい、あの音声として我々に、ね、伝わりましたね。九州プロレス旗揚げ14周年、先ほどデビューしたばかりの一寸空に連れられてリングを後にします。いろいろな感情が込み上げる、渡してたまるか、全ての思いがこもったこのセミファイナル無効試合となりました。死んでやるな、ね、死んでやるなって冗談じゃないよ。僕らゼロから作ってきた九州プロレスを死んでやるなんて冗談じゃない。とにかくやりたいことやって返したからやりたかった。だけども侵略って言うだな、おギャンズ、これから九州プロレスがさ、タジリ、あなたを侵略すればいい。そのためにおい、今日さ14周年大会一番出れなくて悔しい思いしてるあんたと同じ東京の躍動するカラテラそれがいるんだよ。麻生さん、麻生さんと一勝負、また九州に来やがら侵略するつもりで俺らがあんたも侵略しちゃるけん。どうですか、あんな卑怯な真似しやがって何口から出してんだろう。いや、ちょっとああいう手で来るとは思ってなかった。いや、あんなよ、私真面目でございますみたいな青年実業家よ、あんなもん見たらもうなあ、裏切り行為だろ、あんな社会に対する。だけどこれで、あれだね、終われなくなっちゃったね。ちなみに、次は田尻選手を侵略すると。ああ、はい、ああ、そして今日一番悔しい思いをしている同郷の麻生さん選手、麻生さん選手と戦えと言ってます。え、俺がやんの、麻生さんがでかいやつでしょ。なんかこう自分がかなわないもんだから部下にチャンスをあげますよとか言ってやれない、押し付けてる嫌な上司なんじゃないのあれ。いやだけどいいよいいよ、まだやるよ。じゃあついでにあのほらドローカルタッグだっけ、いや違うグローカルか、なんかやってんじゃん、なんか騒いでんじゃん、なんかおっさんたち集まって、あのなんかねレストランの中になんかちょっと変なおっさん一人混じってなんかやってるけど、
あれに出てやるよ、じゃあ、うん、あの、うん、あのそこまで、なんかね、あいつもけど俺に興味出てきたんじゃない、それ、なんかだって、やつから出てくださいって言ってんだから、それは要はね、うん、よし、いいよ、じゃあそのグローバルなんじゃない世界枠がありますよね、グローバル枠という世界で活躍している選手枠が、それはパートナーは外人じゃなきゃダメだろうね。いいよ、うん、よし、つながったな、これで。まさかまさかという戦いいかがでしたか、はい、いやこれは本当九州プロレスを見続けてきたファンの皆様が、はい、ドッキリを放つ筑前亮太というのを目の当たりした今の気持ちどんなものかちょっと僕が聞いてみたいぐらいですね。皆さんこの戦いいかがでしたか、いやそこまで筑前亮太がやったわけですからね、はい、そしてあそこまでやりながら打ち取ることができなかった、そうですね、無効試合という形に終わってしまった。もちろん筑前亮太理事長として皆さんも聞いたと思います、マイクを使わずにあの自分の声で話した渡してたまるかという思い、はいはい、ただ勝って終わることはできなかった、できなかったということで、どうやらこの戦い続きがありそうですね。続きがありますか、はい、田尻としてもまだまだここで終わっちゃいないと、田尻としても九州プロレスを制圧したわけではないので、侵略のまだ途上、それを阻止する途上、はい、この物語はまだ決着つかず、はい、いやこの先どうなっていくのか目が離せません。